はい、646回始めます。1月6日です、そうですね、2023年に入って初めての廃屋ですね。割と穏やかな、過ごしやすい冬なんですけども、1月6日、今10時半回ったぐらいですかね。はい、今年最初かな、646回、今年最初の変態ニュースやってまいりました。変態さん登場ですということで、静岡朝日テレビですね、何度か自分の車が汚されていると、好意寄せる同僚の女性の車に自分の体液を塗りつけると、51歳の男を現行犯逮捕、静岡藤枝市ということで、51歳の男、好意を寄せる同僚の女性の車に自分の体液を塗りつけるということで、同僚の女性の車に自分の体液を塗りつけたとして、静岡県島田市の51歳の男性が逮捕されましたと。男は女性に好意を寄せていたということですということで、器物破損の疑いで逮捕されたのは島田市南の会社員の男51歳でした。男は3日午前2時45分、もう深夜ですね、午前2時45分、深夜に、いやー、これ、島田市から藤枝市まで行ってるんですよね、藤枝市の住宅に止めてあった46歳女性の車に、自分の精液を塗りつけて汚した疑いも持たれています。なんとこの人深夜にですね、好意を寄せる46歳女性のお宅まで行って2時45分ですよ、真夜中の。自分の精液を塗りつけるって変態極まる。被害者の女性から何度か、自分の車が汚されているという届け出があり、警察が周辺を警戒していたと。で、警戒していたところ男を発見し現行犯逮捕。警察によると2人は会社の同僚、男は女性に対して好意を寄せていたと見られていますと。警察は今後の捜査で、好意に至った詳しい理由などを明らかにしていくっていうことで、いやー、これぞっていうのが出ましたね。はい、まあいつもね、自分の体液をなんて言ってね、それで最後まで行くんですけど、いつもこういうニュースあると、このニュースにはズバリ出てます。いやー、塗りつけたものは何なのか、もうちょっと想像もしたくないですね。いや、よくでもやりますね、これな。これ休みだったのかな、この日1月何日って書いてあるかな、まあ、正月でね、1月3日だから午前、まだ仕事始まる前ですね、休みだったんでしょう。深夜よね、夜中に出かけてですよ。で、車ででしょ。わざわざ行ってですよ。好きな女性の車に体液、これマーキングみたいなものなのかな、男の制服力か何なのかな、わかんないですね。やっぱり変態にやることは。よく聞きますよね、この、なんか、これ系の話はね。まあ、51歳ってこれおっさんと思うんですけど、私と大差ないっていうね。アラフィフです。しっかりしろよアラフィフ。もう恋を寄せるんならもっと手があるだろうにっていうね、本当に相手が困るだけじゃないかっていうね、こういうことをすると。本当に、そして家に行くなよっていうね。よく言え、分かったねこれね、同僚の。今時ね、個人情報うるさい時に、まあまあ本当にね、こうやってね、おっさんこういう事件を起こすから、同年代の人がそういう目で見られちゃうんですよ。やめてくださいよ、島田市のおじさん51歳ということで、変態事案今年一発目の扱ってみました。本当にね、これ極まってますね、これぞ変態っていうニュースやりました。646回ありがとうございます。チャンネル登録確実にちょっとずつ増えてきてますんでね、皆さん、ぜひ寄られた方、まあこれね、いきなり見てね、真っ暗闇の中でおっさんが喋ってるっていうだけのチャンネルなんですけど、よかったらポチリとチャンネル登録、そして高評価やっててください。ありがとうございます。失礼します。